山口敏太郎の都市伝説。今日はですね、相川欽也さんについての数々のエピソードとか伝説とか都市伝説とかを話したいと思います。ちょっとキンキンアドマチックを降板したりですね、して、昨日はですね、救急車が自宅に駆けつけたということで、大変僕らの世代からするとですね、子供の頃から親しんできたタレントさんだけに心配は心配ですね。キンキンのことだから、また笑顔で復活をしてくれると僕は信じているんですが、キンキンと言いますと、我々が子供の頃はですね、悟空の大冒険、悟空が好き好き好きってテーマなんですけども、あそこで沙悟浄役でですね、宝を掘るおじいちゃん役で出てましたね。あとね、ハクション大魔王で、それからどうしたとか、それからそれからっていう、それからおじいさんとかですね、マッハ555の覆面レーサーですね。覆面着て、なんであんなハイスピードで運転できるのかと、子供の頃に非常に視界が悪いだろうと思ってたんですけども、覆面レーサーなんかも有名です。で、なんといってもやっぱり、田舎っぺ大将のにゃんこ先生は、もうキンキンの代表的な作品かと思います。だから、今の40代以上の男子にとってはです、男子、女子にとっては、キンキンというのはですね、もう人気声優さんであったというのは事実ですね。で、その後はですね、小学校に入ると今度、トラック野郎が始まるんですね。トラック野郎なんかはね、やもめのジョナサンという、桃次郎の足を引っ張っちゃう、ちょっと、間抜けだけど憎めないキャラをやってたんですけども、これが喧嘩弱くてですね、いつもももさんに助けてもらうんですけども、実際はキンキンはかなり喧嘩強くてですね、弱いと思って舐めてきたやつをことごとく返り討ちにしたという、かなり、腕っぷしの強いという頼もしい、伝説が語られています。で、他にもですね、バブル時代はなるほどザワールドなんかが僕が大好きでよく見てたんですけども、なるほどザワールドでといえばキンキの名文句、はい、消えたっていうのが名文句でしたね。他にも、おまっとさんでしたっていうのもキンキの名文句で、やっぱり、はい、消えたとおまっとさんでしたは、これはキンキの代表的なフレーズではなかったのかなと。で、その後、アド街がバブル崩壊した後ぐらいからかな、始まるという、90年代からアドマチック天国になるという感じですね。で、バブル期はですね、通販番組やってまして、クルーザーをですね、確か、数千万か1億ぐらいだったかな、そういうので、通販でクルーザーを売り出す番組にキンキが出たりですね、あと、ラジオで言うと、パックインミュージック、これをやってましてですね、これもある、中高年ならみんな聞いたことあると思うんですけども、このアドマ、あの、パックインミュージックでですね、赤坂散歩事件というのを起こしてますね。当時まだラジオの中継車というのがあまり一般的じゃなくてですね、キンキンがそれが配置された記念にですね、じゃあ今からラジオ中継しながら、赤坂通りを歩くぞと言って歩いたんです。そうするとですね、ほんで、ファンのみんな来いよと言ったら、もう続々と赤坂中、周辺の、渋谷とかあっちから、青山からもいっぱい来たんでしょうね。若者が集まってきて、もう大騒ぎになっちゃって、警官がもうこれはやめろと、これはもう騒ぎになるからやめてくれんか、近所迷惑だと言って、押し合い、へし合いになっちゃったんですね。それも全部生中継されてしまったというですね、まだラジオが緩くてですね、中継が珍しかった時代の名残がありますね。その他ですね、キンキンはですね、もともと奥さん、最初の奥さんとの間に2人お子さんがいらっしゃって、確か2人とも役者のキャリアをスタートさせて、作品を、僕はお嬢さんの作品も息子さんの作品も見たような記憶がありますね。あ、これがキンキンの子供なんだという印象でずっと見てた記憶はあるんですが、それとは別にですね、内海みどりさんとの結婚に関する伝説もよく聞かれますね。もう好きで好きでたまらなくなっちゃってですね、最初の奥さんが、もうそんなに好きなら内海みどりのところに行きなさいと言って送り出してくれて、ケロンパこと内海みどりさんと結婚したという、なかなか女っぷりのいい最初の奥さんだったなっていう話を僕は聞いたことがありますね。あとですね、やっぱりね、内海みどりはケロンパといってですね、ロンパールームのお姉さんというのが、我々40代、50代の男子の印象なんですけども、このケロンパとキンキンという人気声優、キンキンと、ロンパールームの司会のお姉さんだったケロンパの夫婦っていうのは、僕らの世代にとっては非常に
やっぱり大好きなご夫婦だっただけにね、まだまだ現役で頑張ってもらいたい。と言ってももう、あれですからね、キンキンがいた昭和9年会も長門裕之さんが亡くなり、ね、坂上二郎さんが亡くなり、およいさんは今、ぶらり途中下車の旅のナレーションをやってますけども、およいさんとキンキンぐらいが今、一線で頑張ってるだけなんで、そうそう無理はしてほしくはないんですけども、まだまだ引退しなくて、ぜひ健康問題をクリアしてですね、再びまた元気なキンキンを見せてもらいたいなという印象があります。今日はですね、ちょっとキンキンの具合が悪くなってしまったというニュースを受けてですね、キンキン頑張れと、数々の伝説を持ってる、キンキン復活しろよといった、都市伝説を語りました。ちなみにバラエティ番組、情報番組の最高齢司会者としてギネスにも載ってる男がキンキンです。ということで、相川欽也さん頑張ってくださいという、今回の都市伝説のお話です。